皆さんこんばんは。チャンピオンフットボールです。このチャンネルでは選手や監督の歴史やエピソードについてご紹介していきます。今回はそのタフなプレーで鉄人と呼ばれたチェルシーのレジェンドでイングランドを代表するミッドフィルダーのフランク・ランパードについて紹介したいと思います。ウエストハムの下部組織からキャリアをスタートさせた彼は、その後チェルシーに移籍すると、長年同じくイングランド代表のジョン・テリーと共にチームを引っ張ってきました。この動画ではそんな彼が今までどのようにキャリアを歩んできたのか、どのようなプレーをするのか振り返ってご紹介していきたいと思います。ランパードはセントラルミッドフィルダーが基本的なポジションの選手ながら、非常にゴールに絡む機会が多く、中盤の選手ながらプレミアリーグ歴代4位となる177ゴールを決めている決定力が持ち味の選手です。得点パターンとしては、得意の豪快なミドルシュートに加えて、非常に高いサッカー IQ を生かして絶妙なタイミングでボックス内に侵入しゴールを決める形も得意としています。もちろん中盤の選手として目を見張るスタミナとゲームの流れを的確に読む広い視野でゲームを作る動きもこなすなど、かなり高いレベルのオールラウンダープレイヤーとも言えるランパードは、プレミアリーグが生んだ最高のミッドフィルダーと言っても過言ではないでしょう。1978年6月20日にイングランドのロンドンヘイバリング区で生まれたランパードは、父親に元イングランド代表のフランク・ランパードシニア、そして叔父には名監督のハリー・レドナップを持つというサッカーエリートの家庭に生まれました。そんな家庭に生まれた彼を周りの大人たちは一流選手の息子と評価し、幼い頃からプレッシャーと戦っていたことが将来的に生かされた部分もあったのかもしれません。それでも彼は周囲の期待に応えるようにサッカーでも学業でも優秀な成績を残していき、なんと IQ は150を超えるほどのものを持っていて、かなり頭が良かったことがわかります。サッカー以外にもクリケットで地元の代表チームに選出されるなど、運動神経の良さを見せていたランパードは、イギリスの中でもエリート校であるパブリックスクールのブレントウッドスクールを卒業、そして1995年ウエストハムの下部組織からトップチームへ昇格を果たし、プロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせます。このシーズンは10月に経験を積むため2部のスウォンジーへと移籍しますが、9試合の出場のみで1996年1月にはチェルシーへ戻りました。結局トップチーム初年度はチェルシーでは2試合のみの出場にとどまり、続く1996-97シーズンも怪我の影響もありレギュラーに定着することができず、リーグ戦15試合でノーゴールという結果に終わりました。そんな中で迎えた1997-98シーズン、開幕から攻守両面にタフなプレーを見せてスタメンに定着したランパードはリーグ戦31試合に出場し、5ゴール1アシストと見事な成績を残します。さらに続く1998-99シーズンは開幕からチームの中心選手としてプレーを見せていき、なんとこのシーズンはリーグ38試合全てに出場を果たし、5ゴール7アシストと素晴らしい数字を残し、完全にチームの顔に成長していきました。そしてこの活躍が認められ、1999年10月にはイングランド代表デビューを果たし、1999-2000シーズンも調子をキープすると、リーグ戦34試合に出場し7ゴール6アシストと中盤の選手ながら高い得点能力を発揮し続けます。このように見事なパフォーマンスで活躍していたランパードでしたが、当時のウエストハムは監督が叔父ハリー・レドナップ、コーチが父親のフランク・ランパードシニアだったため、周りの目はどうせコネなんだろうという白い目で見られてしまっていました。それでも彼は幼少期から鍛え上げられた精神力の強さで周囲からのプレッシャーを跳ねのけ、自分のプレーで周囲を黙らせたのです。そんな中2001シーズンもリーグ戦30試合の出場で7ゴール2アシストと結果を残しますが、良き理解者だった叔父と父親が監督コーチを解任されてしまい、ランパード自身は環境の変化を求めることになります。彼は2001-2シーズンから同じくロンドンに本拠地を置くチェルシーへ移籍金約1000万ポンドで移籍することに、新たな地でのプレーをスタートさせることになったランパードでしたが、移籍直後から当時の監督だったラニエリの信頼をがっちりつかむと、初年度からレギュラーに定着。このシーズンは移籍初年度ながらいきなりリーグ戦37試合に出場を果たし、5ゴール2アシストと活躍を見せます。しかしクラブでの調子の良さに比べて代表では自分らしいプレーができていなかった彼は、2002年日韓ワールドカップではメンバー落ちとなってしまいました。それでもチェルシーではその後も絶大な存在感を放つ選手へと成長していったランパードは、2002-3シーズン、2003-4シーズンと
2シーズン続けてリーグ戦全38試合に出場を果たし、数字の面でも6ゴール5アシスト、10ゴール7アシストと多くのゴールに絡む活躍を見せていました。そして代表でもチェルシーでの好調をキープするようになると、メンバー入りを果たしたユーロ2004ではレギュラーとして出場し、3ゴールを決める活躍を見せると、チームが準々決勝で敗退したのにもかかわらず大会のベスト11に選出されます。この調子の良さをクラブに帰ってもキープしていったランパードは、ジョゼ・モウリーノ新監督の下でさらに才能を開花させます。チームとしてもアブラモビッチオーナーが就任し、大金を使い大物選手を獲得していった中で、彼はリーグ戦38試合に出場し、13ゴール16アシストとキャリアハイの数字を残して、チェルシーのプレミアリーグ制覇に貢献。さらにこのシーズンは個人としても FWA 年間最優秀選手賞、 PFA 年間ベスト11に選出されると、2005年のバロンドールではロナウジーニョに次ぐ2位の得票数を得て、世界の中でも実力を認められるようになります。そんな彼はモーリーの監督の国内選手にクラブを引っ張ってほしいとの方針から、チェルシーでは副キャプテンを務めるようになり、キャプテンのジョン・テリーを陰で支える存在となっていました。名実ともにチェルシーを代表する選手になったランパードは、2005-06シーズンもリーグ戦35試合に出場し、16ゴール9アシストとキャリアハイのゴール数を記録するなど、素晴らしい活躍を続けてチームの2連覇に貢献。ちなみに2005年の12月28日にウイルス性疾患のため欠場するまで、彼はイングランド代表ゴールキーパーのデイビッド・ジェームズが保持していたプレミアリーグの連続試合出場記録を更新し、164試合連続出場という記録を残していました。続く2006-07シーズンもリーグ戦37試合に出場し、11ゴール11アシストを記録し、チームの3連覇とはなりませんでしたが、個人としては3年連続の PFA 年間ベスト11に選出され、プレミアリーグ屈指の中盤としてリバプールのジェラードと評価を二分していました。しかし翌年の2007-08シーズンは鉄人ランパードにしては珍しく怪我が多いシーズンとなり、リーグ戦24試合の出場にとどまりましたが、10ゴール8アシストと数字はしっかりと残すシーズンに。そしてシーズン途中の2008年4月には最愛の母親が病に倒れてしまい、リーグ戦を欠場することになりましたが、4月24日に母親は他界してしまいます。当然精神的なショックが残る中、30日に予定されていたチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグは欠場が有力視されていましたが、ランパードはすぐに練習に復帰、試合にスタメン出場すると延長戦で得た PK のキッカーを務め、見事に沈めると、左腕の袖下に隠していた喪章に口づけし、涙を浮かべながら天国の母にゴールを捧げました。彼はこの辛い時期にモーリーの監督の言葉が支えになったようで、毎日のように電話をくれた、本当に毎日だ、モーリーには非常に誠実で思いやりにあふれた監督、今まで一緒に働いた監督の中でも一番だよと、当時インテルの監督だったのにもかかわらず教え子を思いやるモーリーの監督の言葉が力になったと語っています。結局決勝に進んだチャンピオンズリーグではランパード自身はゴールを決める活躍を見せるも、チームは惜しくもマンチェスターユナイテッドに PK 戦の末敗れてしまいました。そしてこのシーズンオフには恩師であるモーリーの監督が率いるインテルへの移籍が噂されましたが、最終的には残留を決断し、新たに5年契約を結びました。こうして心機一転迎えた2008-09シーズンは、再びリーグ戦37試合に出場し、12ゴール10アシストとフル稼働での活躍を見せます。続く2009-10シーズンには開幕からこれまで以上のハイペースで得点を決めていき、リーグ戦36試合で22ゴール16アシストと中盤の選手としてプレミアリーグ史上最多得点となる数字を残して、チームの4シーズンぶりとなるプレミアリーグ制覇に大きく貢献しました。その後2010-11シーズンも10ゴール、2011-12シーズンには4月にプレミアリーグ通算150ゴールを中盤の選手として初めてプレミアリーグで記録するなど、抜群の得点能力で記録を伸ばしていきます。そしてこのシーズンはチャンピオンズリーグで前回のリベンジを果たすべく、決勝に進んだ試合ではジョン・テリーの欠場によりキャプテンマークを巻いて試合に臨みました。バイエルン・ミュンヘンとの対戦となった試合は前回の決勝と同じく PK 戦にまで進む展開となりましたが、ランパードを含めて PK を成功させたチェルシーが悲願の優勝を果たし、彼はキャプテンとしてビッグイヤーを掲げます。こうして念願のタイトルを獲得した彼は
続く 2012-13 シーズンにはプレミアリーグ10シーズン連続2桁得点となる15ゴールを決めると、このシーズンはヨーロッパリーグ制覇を経験しました。そんなランパードですが、2013-14 シーズンはついに衰えが見え始め、リーグ戦6ゴールに終わり、連続での2桁得点記録が途切れると、2014年6月に13年間所属したチェルシーを退団することを発表。退団にあたって出した声明では、13年前にこの素晴らしいクラブに加入した時、たくさんの試合でプレーする幸運に恵まれ、多くの成功を一緒に分かち合えるとは思っていませんでしたとコメントすると、選手スタッフへに感謝を述べた後、最後にはこのクラブはこれからも前進を続けるでしょう、チェルシーの一員として選手たちの資質に疑念はありません、これまでのシーズンでもずっと味わってきたように、これからも彼らは成功をつかみ続けていくでしょうと、長年過ごしたクラブへの幸運を願うコメントを出していました。その後7月には、2015年からメジャーリーグサッカーに創設されることになったニューヨークシティへの加入が決定すると、アメリカのシーズンが開幕するまでマンチェスターシティへのレンタル移籍での加入となりました。そんな中、2014年12月31日、ペジェグリーニ監督の希望により、シーズン終了までのレンタル延長が合意に至ると、結局このシーズン32試合に出場し、6ゴール2アシストとしっかり成績を残してプレミアリーグに別れを告げます。こうしてアメリカに活躍の場を移したランパードは、結果的に2015年2016年の2シーズンプレーした後、ニューヨークシティとの契約満了をもって退団となり、2017年2月2日現役を引退することを発表しました。引退後は解説業などを行っていましたが、2018年5月31日にイングランド2部のダービーの監督に就任し、監督業をスタートさせると初年度からチームを6位に導き、昇格とはならなかったものの、監督としての才能を見せます。すると2019年7月4日古巣のチェルシーへ監督として復帰することが発表され、チェルシーのサポーターはレジェンドの帰還に歓喜しました。これは本当に大きな仕事だよ、ここでプレッシャーの中何年もプレーしてきた、チェルシーのようなクラブでは大きな期待がかかるし、毎年挑戦し続けることが必要だ、それでも不安はない、クラブが自分に求めていることは理解している、それに挑戦するよと、プレッシャーがかかるチェルシーでの監督業へ挑戦する意気込みを語りました。そんなランパード監督は、チェルシーでの1シーズン目はリーグ戦4位と、なんとかチャンピオンズリーグ出場権を獲得しましたが、2シーズン目となった2020-21シーズンオフに総額2億4700万ユーロという大補強を敢行しながら、リーグ戦19節を終えた時点で9位に沈んでしまうと、さらにベテラン選手との確執が噂されるなど、サポーターから不満の声が上がるようになってしまいます。そして2022年1月25日、オーナーのアブラモビッチがランパードの解任を決断し、古巣チェルシーでの監督としての挑戦は苦い思い出のまま終わってしまいました。それでも彼は解任後のわずか1年後の2022年1月31日に、降格争いに巻き込まれていたエバートンの監督に就任すると、なんとかチームを残留させることに成功します。このようにすでに監督としても様々な経験を味わっているランパードが、来シーズンエバートンでどのようなチームを作っていくのか非常に楽しみですね。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ランパードは幼少期から大きなプレッシャーを跳ねのけながら、自らのプレーで結果を残し続け、イングランドサッカー史に残る選手となりました。そんな彼はチェルシーの監督を解任された際に、教え子であるメイソン・マウントから、彼に関しては称賛と感謝しかないよ、ピッチ内外の全てのことに対してね、一人の人間として成長させてもらえたから本当に重要な人物だよと、人間性の良さを改めて称賛されていました。このようにランパードは選手として素晴らしい活躍を残し、監督としては少しスタートでつまずいてしまったものの、まだまだこれから多くのキャリアを積んでいくと思うので、ぜひ再びチェルシーで監督を務める姿も見てみたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。